いかがだったでしょうです。今回はクイーンオーカズベース BD フレンズクラブというクランとの対戦になります。まあ、ようやくね、11月から12月に入ってくるような段階で、タウンホール15の方がね、結構みんな、育成の方もね、進んできて、大会の方も増えてきた印象ですね。というわけで早速やっていきましょう。はい、早速やっていきましょう。ライドラッシュからですね、対戦相手。さあ、普段使ってた配置が反転してる形かな？さあ、虹インですかね。ライドラドッカンドかなり大雑把に。なんかこんなようなライドラやってる人もね、ちょいちょいいましたよね、対戦相手で。タウンホールの方に突撃艦だけ添えつつ、ポイズンタワーも2つ飛び出した形。タウンホールの方はなんだこれ、イエティか？イエティですね。イエティの方でタウンホール落としてきました。その結果、まあ援軍がね、出てしまうような形になるんですが、クイーンだけが入ってった形、ここは、フリーズを使って相手のクイーンを固めていき、上のライドラそれ投石まではなんとかおりますが、逆に入りのね、二次インだったはずなんですけど、こっちががっつり残りつつ完全にくじに流れているような状況。さあ、ロイヤルチャンピオンはくじ展開ですね。これポイズも一応余ってはいるんですが、アイゴレが強い。これキングがだいぶ勝っちゃいますね。フィスト残ってるんですけど、向かう先があまりない。さあ、これはロイヤルチャンピオン、ブーメランも残ってるけど先行してるので、ここでもう出さざるを得ない。さあ打つけど、二次ですね。これ二次の投石内側の方、まあこれ結局12時とか11時の方サイドカットしてないから全部バーって上に上がってったんですけど、インドラもなんか一体いる。あ、割とね、雑に投げてった感じかな。このクランって確か、14ぐらいの時ドラゴンめっちゃやってたクランだと思うんで、BD 系って結構ドラゴンのイメージあるんで、まあ、そういうイメージですかね。さあ、インドラ残りましたが 86%。ザホスさん、突入ズラバルですね。この配置も結構見る形っていうか、額が一番最初にタウンホール15に、初めて作った配置って言って、配布してた配置ですね。まあ、めちゃめちゃいろんなとこで見かけたんじゃないかなと思うんですが。さあ、突撃艦の方はタウンホール前届いていきまして、ゴブリンか、あー、すいよ。あ、ボムタ耐えれるんだ、今。さ、これタウンまで狙ってると思うんですけど、しっかり向かってくれましたね。ゴブリンも、おー、すごい。両方ポイズンタワーが入れていきましたね。まあ、ホッサンもね、レジェンドでたくさん当たった配置じゃないかなと思うんで、取り方はある程度知ってると思うんですが、さあ、援軍処理はポイズンのみでしっかりできそうですね。ノロノロ。さあ、ベビードラ追加。クイーンの方がね、ギリギリの HP で生きてるような状況。あ、巨爆もある。うん、痛い。ギリ耐えていく。さあ、アイゴレでしっかりタゲ取って、キングの方でもう一度タゲをずらしていく。お、巨爆だらけ。まあ、テンプレ通りの形になりますかね。外周部にもリックス系がかなり置かれてるんですが、ラバルパート3時からのスタートですね。ヒーローと合流していくような使い方。ロイちゃんとかもね、トーム巻き込めれればよかったんですが、早めにここで打っていきます。さあ、アイゴレが出てなかった分、ここで登場します。あ、アイゴレに見えたけど、やべ、疲れてるな、これは。スーパーガーゴイルです。上からラバルが、違う。バルーンも追加で出してきつつ、上側が結構ね、これ空に関してはバルーンのみで突破できるっていうところがポイントになってますかね。中心のモノリス、これはフリーズかけていきつつ、ヘイストとフリーズがまだ3発あるのか、ここから強っ。さあ、もう永遠フリーズですかね、ここは。さあ、ここフリーズかけて、フリーズかけて、クイーンの方も延命していっての前回。めっちゃ呪文ありましたね、最後に。さあ、ガーサス。
レジェンドハイチェのね、星さんのトツイズはね、取り方知ってんだろうなーって安心して見れますね。対戦相手、これはスーパーチャっぽいですね。スーパーチャのエレクトロタイタン。めちゃめちゃ流行ってたんですけど、やっぱ対策配置も増えてきたのか、まあやる人かなり減りましたよね、スーパーチャ系の攻め。一時期めっちゃやってたんだけど、みんな。環境変わったわけでもなく、やっぱ対策されるっていうのがやっぱり一番でかいのかな。まあ置き方でね、結構、おお、耐えた。さあ、これはなんとか突破ができるか。タウンホールの方は大丈夫そうですね。タウンホール越しにマルチ IT も折りつつ、さあ中心部、これはだいぶ削れたぞ。さあ投石入っていって、アイゴレの処理やっときたかったっすね、できることならば。逆サイドの方はベビドラで大砲とか結構削れそうですね。イーグル4はないのでね、もうユニットガンガン出しちゃって OK ということで、エレクトロタイタンも追加で出してアイゴレの処理を早めていきました。さあキングもここ一緒に合わせていくようですね。まあ、お電話もう使っちゃってんでね。さあ6時の方から、おお、ロケバル使って切っていきました。豪華なカットです。ネクロサイドカット、キングとエレクトロタイタンが追従していくような形。ストライカー投げますが、まあまあまあ、これは間に合ったうちに入るかな。さあバルーンの方でしっかりホーミング出ましたね。ウォールブレーカーつけて外周道作って、さあ今度ストライカーが、うわー、やば、火力フリーズかけてもいいまであったな、ね、今のこの人やばいですね。火力がえぐかった。上からロイちゃん。さあ、リクスケ出ますが、勝手に処理される。さあ、9時の方が良かった気するけど、なんで上から出したんだろう。なんで上から出したんだろう、これ。本当に謎。さあ、これは、エレクトロタイタンの方になんとかヒーラーは入っていって、ネクロが強そうっすね、外周部。最初から出してた2体なんですけど、ネクロが死なない形が出来上がってて、あとはラスト。ボールブレーカーがないんで、クロークをね、最終近くまで持ってきたいけど、まあクイーンのとこで当たっちゃいそうですかね。お、潜れ。いいよ。これはなんとか回避ができたが、結局だな。時間の方も迫ってきてるので、これは早めにクロック置いて、投石ミリなんですけどね。風が吹けば、飛ぶんですが。さあ、ちょんと触っていって、クロス残り。さあ、LP。6-1 天才のクイヒーラバル。パンクイヒーっぽいかな、これは。ってなると、裏の体、おお、来ましたね。配置シングルを狙った形だったんですが、ちょっと下側失敗してますね。何発分だろう。何個かずれたみたいですね。あー、クイーンクローク。ここでクローク吐くのは想定外だったと思いますが、意外とね、テスラによってね、火力が思ったより高いってなったりすることありますよね。あー、ヒーラー入ってないけど、まあまあまあ、これなら大丈夫ですね、この距離なら。おお、トルネード、これはポイズン入りそう。しかも逆走しそう。上行きましたね。ただどっちに行ってもいいようにアーチャーは両サイド展開してるので、まあシンメトリーっていうのもあるし、投げ毒なアーチャーですね。ホグまで追加で出していって、これは援軍を釣っていく役割、えらい。残った第一クロスが鬱陶しいっすね。こいつのせいでダメージ量がすごい上がっている。逆サイ、アイゴレ、キングイエティ、ガッツジサイドカットからのウォールブレーカーなわけで、残った第一クロスをキングで狙いに行きます。手元にはもう残りバルーンが13体しかいないですね。アイゴレ入れつつ、
いい形でアイゴレは入りそう。いいフリーズですね、これ。レイジ置いてクイーンの方、しっかり処理はできそうですね。オッケー、ポイズン食らいましたが、なんとか。北側もかなりカオスになってますが、キングの方は、ハイチクロスかロイちゃんかどっちかはね、確実にやってほしいんですが、クイーンの方も火力が高いので、これは落ちてしまう。初手でクローク吐かされたのが痛いですね、やっぱり。ウォールブレーカー1枚あるんでね、多分中心ウォールブレーカーとかつけたい形だったような気がしますが。おでん、しかもこれ陸歩いてるな。陸おでんですね、これ。中心部も、罠が多い。かなり苦しいか？新メンバー LP は外国人の人なんですけど、かなり苦戦してる印象ですね。さあ、これは、うまくいってればってとこもあったかもしれませんが、クジラバルでね、ラバルにおいて結構単体施設だからモノリスって、まあ、ある程度バルーンあれば OK っしょみたいな感じになっちゃったりもしがちだけど、バルーン的確に落としてくるから、結構バルーン落ちるよね。HP 高いから止まるんよな、レイジないと。対戦相手、スーパーアーチャーですね。久々にスーパーアーチャーの多い対戦になりそうですが、シンプル回路、こういうタウン真ん中配置だと、結構そういうのも多いかな。ドバッときた。合わせるのは今回はラバルになってますね。ポイズン2個あるので、こいつらが、ギリギリ打たないような距離感でやってきましたね。しっかりケアして、さスーパーアーチャー召喚していって内側へよ。タウンホール越しにモノリスの方が先に折れつつ、おでんも必死に合流を図ってますが、なかなか追いつけない。さインビジブルはもうないのか、微妙削りと、あ、まあでもだいぶ下側は削れてはいますね。けどちょっとこの辺は最低でも見たかったかな。ポイズンタワー2つは、オーデンなしだと結構重めになりますかね。エレクトロタイタンも陸に合わせてって感じですね。今回援軍釣れる形では投げてないので。さあ、陸助出てきますが、あー、ウォールブレーカーそこつくの？そこつくの？まあ、内側にはつかない。うお、ラバル合わせていく。すごい、もうドバッと。ロイちゃん、そこ。さ、キングロイちゃん、ぶち当てつつ。どうだ、これは。中心部が削ってあれば、割とね、このポイズンタワーとかも痛いですね。ぐるぐる外周回るだけでいけるようなプランだったと思うんですが。さあ、もう呪文もない、おでんもないなんでね、バルーンがだいぶ溶けている。きちい。中心が飛ばせてれば、ラバルの方でターゲットスイッチできて、最終的にヒーローが最終区画まで伸びるみたいなね、形も取ることができたかもしれないんですが。ちょっとこれはできなかったですね。アンホール15だとね、毎回同じ配置でもずーっと守れたりとか、14の頃とかだとね、同じ配置だと同じやり方だったり、いろんなやり方でね、取られることも多かったんですけど、強い配置ずっと使い続けるみたいなので、ね、できるのがいいっすね。さあ、ガクディがほぐ。強化兵舎に切り替えてという形。クイヒースタート、タウンクイヒですね。フリーズ3枚にして、まあインビジブルないので、まあシングル IT が重なるってところで、フリーズの方が強いと判断した形ですかね。ベビドラカットも始めつつ、テスラ、大砲からの、これテスラ行きそう。です。これ用のテスラだったらめちゃくちゃうまいけど、気づきましたね、ガクも。ホーミングめっちゃ出てくる。インビジブルがないこと、これは逆に、
逆手になりましたね。痛いっすね、これは。しかもこれは、しばらく、いやもうこれめちゃくちゃ苦しいと見て、早めにキング登場しましたが、シングルIT捕まりつつ、クイーンの方もね、外周ここ、切れてないんで、ぐるっと外に行く感じになっちゃいますね。キングの方で、削りつつ、イラーもだいぶ溶けている。クイーンはだいぶ外周入っちゃいましたね。ただインビジブルタワーただこれ先打ちさせることができてます。さあ頑張れ。こうなったらねもうさすがに全開取れないので落ち着いて処理をするって形になってますね。あ、ロイちゃん投げましたね。まあ、タウンポイズン受けないでほしいっていうのがあるのかな。10日弊社も出しつつ、インビジブルターが戻ってきてるが、ヒールを置いてインビジブル、これは逆にディガーが守られるような形になりそう。ロイヤルチャンピオン下から合流するような形。さあ中心部レイジヒールで突破できるか、どれほど伸びることができるでしょうか。いやートカゲがロイヤルチャンピオン捕捉してだいぶ緩めてはくれてましたが、こうやって見るとうん、ポイズンリザードもすごい仕事してますね。強いヒーローペットですよね。さあ6時の方をアーチャーターフリーズ固めつつ、このストライカーでアーチャーターのタゲ取りに行くのうまいですね。6時側のね施設を削ることで少しでもパーセントを高めようというところでストライカーでタゲを取っていったんですが、うーん惜しい。ただ1施設削れてますからね。74%。さあドラゴンスーパーチャっぽいですね。やっぱこのクランはドラのイメージがあるんですけど、まずはおお、まずはこれですね。スーパーチャーだらけ。早めのトーム、これもうちょい貯めてからやった方が、まあまあまあどっちにしろスーパーチャーならね、厳密にこの辺まで届けばいいやってやってたから。ゴブリンもちょっと強い。さあスーパーアーチャー届いていきまして、タウンホールの方は簡単に突破することができました。さああと1枚でどこまで伸ばせるか。ポイズンタワーが届いていって、これはさすがにうん打たないね。まあ中心タウンホール含めね削りはできてるんですけど、実際どうなんて見た時に透析機2個マルチ IT モノリスっていうところで、まあ、重要な防衛施設がきっちり残っちゃってるんですよね。まあこういうとこっすね。こういう配置が増えたので多分スーパーチャー使う人が減ったんじゃないかなと思うんですけど、スーパーチャー成功したところで結局残ってる防衛施設が強いから、おでんのいないユニットたちで突破するのが結構きついんですよね。ヒーローたちも生き残ってるし、逆に言うとスーパーチャーするならその辺までしっかり削れないと、まあ、厳しいところもあるのかなっていうところですね。さあとはいえもうかなり広く取ってますね。キング左サイド、ロイヤルチャンピオン3時というところで両サイド展開を放ってます。アイゴレの処理を本当はなんかアーチャーとかで寄せて、なんかドラ処理だったり、なんかアイゴレだしね、ポイズンとなんかで簡単に処理できるから止めといた方が良かったかも。さあこれはだいぶ低パーセントになりそうな形。クイーン黒く残ってギリギリですが、透析スプラッシュ入った。スパーチャーもね対策されるこういう配置が増えてきたから、スパーチャー自体のパートはまあタウンホールまで壊してまあ成功っちゃ成功なんですけど、脇透析とかまで削れたらまあ強いねってなる感じかな。そんなにまあイーグルタウンのみで結局残ってる防衛施設が残ってるところが強いからね、それでもいいっていうプランニングならなんかもっとうまい使い方しないとって感じかな。
さあ、カズマくん、クイラは。まあ、ただ、スパーチャ魅力ではありますよね。序盤のプラン。プランが良ければ、もう初手で成功すればほぼ勝ちみたいなところもあるから。さあ、アッチャーターにバルーン当てつつ、突撃艦でシングルおでんぞあたりかな、これは。援軍釣りつつ。さあ、ここは、レイジを打たないスタイル。おでんぞは残っていって、シングルの方も残っていって、クイーンの方はクローク吐いて、うわ、最悪なスタートだ。レイジーケチったことで、これは、かなり嫌なスタートになりましたね。インビジブル2枚なので、まあ、誘導も結構、インブでやりたいみたいな狙いはありそうですかね。結局ね、ここ2つが戻っちゃってるんでね、もったいないと思う。まあ、プランニング的に使わないって決めたからもう使わなかったと思うんですが、この辺のためとかはね、さすがですね。本来ならばここがないから、左サイドをインブ、なんかうまいことやって、中心タウンまでっていう形かな。カズマくんの食いヒーのスタイルだと、こういうタウン真ん中の配置に、綺麗にもう通路通して食いヒー誘導するのが最近多いですね。簡単にはできないんですけどね。さあ、しっかりフリーズ、重ねて打ちつつ、キング。ロイヤルチャンピオンをクイーンのためのサイドカットにも、なるような使い方をしていきますか。おっと、とはいえ逆サイド。キングが強いな、これめちゃくちゃに。最近はね、キングにフェニックスつける人も増えて、フロスティの採用も結構減っちゃってはいるんですけど、こうやってみるとやっぱフロスティもね、シンプル強いからね。うわーわ、すごいな、クイーンの動きが。あっち行ったり、こっち行ったりしてますが、さあ、インビジブルしっかり隠していきつつ、クジガーショテラバル、トームかけてます。ストライカーの方でロイヤルチャンピオン突破できました。クイーンの方はここレイジーですね。延命できたので、しっかり延命しつつ、ういクロスの方も打てそうです。いや、これもすごいリカバリですね。初手の突撃艦で割と絶望的な形になっちゃったけど、これリカバリできる人はなかなかいないですよ。ES の高さが。カズマくんはね、高いね、PS。さあ、ラストも、対戦相手は、ドラ編成ですね。スパーチャなのかな、これは。流れの中のスパーチャになりそうですね。まあ、14ぐらいからずっとドラゴンやってた、こういう攻めが多かったっすよね。なるほど。間に落としていくって感じかな。要素を通ったら。安い避けつつ、多分トルネとかもね、避けたような形だと思います。片方サイドに寄せることで結構トルネ当たりづらいみたいな。うわ、ここにあったわ。ああ、だいぶ奥まで行ったな、それ。タンホール。おお、バルーンまで行くぞ。うえい、スパーチャも入ってる。スパーチャだからかなり近づけたんだね。突撃艦パートはかなり成功してるイメージはあるんですが、ドラの方がだいぶ厳しそうですね、これは。中心部のね、マルチ IT とかこの辺をね、ドラゴンで飛ばすことができればっていうプランだと思うんですけど、かなり苦しそうですね、ドラゴンも。ボツはね、結構壊せた印象だけど、中心がしっかり通ってれば、初手、最近のなんかドラゴンがなんか初手トームがちょっと微妙になってきてる説はあるよね。特にポイズンタワーのところ。いやー惜しいな、ただこれは。ダックインクロー書かされて。あの伸びでだってこれが重心残ってるだけっていう形だもんね。さあ最後、サンジもね結構満身創痍な。ヒーローたちとおでんぞうなんですけど、最後のアタックはちょっと惜しかったですね。さあ、対戦自体のラストアタックです。
今度はクラウスの方がドラゴン使いつつ、クローンが1枚、スニゴブ9体。どういう形でやってきますかね。バーバリアン1体ずつ出して、多分今のはスニゴブが解けるじゃないですか、シンデレラタイムが。その瞬間のターゲット取ってあげたいみたいなイメージだと思うんですが。ケルトン2枚置い、持ってきてるんで、まあ1枚置いてトーム温存するのか。それともって感じですかね。内側通していきつつ、ドラスタート。まあ、初手トームするならそれ必要ないですね。トームかけていって、フリーズ7枚あるんで、フリーズで安い固めまくって、その隙にクローンバルーンを展開していきたいイメージかな。さあ、トルネード。クローンかけますが、届かない。芝クローンだ。いやー、これ、痛いね。めちゃくちゃに痛いね。フリーズ7発あったんでね、できれば安い固めていきたいところではあったんですが、残ってしまいました。さあ、ここでフリーズかけていきます。まだ6枚ある。さあ、ガンガンかけていきつつ、スケルトン2枚でヒーローを延命するような形。これはうまい。だいぶ強いぞ。さあ、フリーズがまだ4枚ある。俺は？すごいな。延々フリーズかけ続けて。さあ、ドッカンと。今度はイーグル対地クロスを固めていって、ヒーローが強い。っていうかこれ、おかしいな。クローンも縛ってたんですけど、もはや全部フリーズでよかったまである、これ。オールフリーズでこれ突撃艦がね、まあターン取れなかったわけなんですけど。兵器自体もなんか罠解除ぐらいしかしてないですよね、これ。なんかもう、永遠ドラゴンの失敗見てきた中でね、こんなに、初手で積んだ感あったのに、リカバリで全開取られるの見ちゃうと、BS の差をまじまじと見せつけられた感じにもなりますが。なんか底力みたいなのは見えましたかね、ドラゴンの。はい、というわけでね、終わってみて、13対10と、防衛の方はね、かなり、まあ一個も全開取られてない形かな。相手の方はね、かなりドラゴン系の攻めが多くて、まあ、ことごとく失敗っていう形だったんですけど、まあ最後にね、クイーンウォーカーズの方でドラ使う人って、環境的には今別に強くないから、いなかったんですけど、まあ、クラスのドラゴン採用はなんとなくですけど、ファーミングがずっとドラゴンラッシュでね、他のサブアカとかもね、レジェンド行ってないアカずーっとドラゴン回してたんで、多分その影響だと思うんですけどね、その感覚があるからいけると思ってやったんじゃないかなって、なんとなく思います。そういうのってなんか理論じゃなくて感覚だもんね。プラン的にこれはいけるとかじゃなくて、もう感覚でこのタイプのやつはこれやっときゃ取れるんですよね、みたいな。なぜか知らんけど、みたいなの。そういうのも強いからね。まあ、ファーミングもね、れっきとした練習ということで。まあそれだけじゃないかもしんないけど。シンプルなドラゴンでの前回久々に見た気がします。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、またよろしくお願いします。